知恵こと、高太郎高村高太郎3月13日から1956年4月2日は、日本の詩人、歌人、彫刻家、画家。東京府東京市下役下谷西町三番地出身。本名は、高太郎と書いて、水だろうと読む。日本を代表する彫刻家であり、画家でもあったが、今日にあって、童貞、知恵古将などの詩集が著名で、 教科書にも多く作品が掲載されており、日本文学史上、近現代を代表する詩人として位置づけられる。著作には、評論や随筆、短歌もあり、農書家としても知られる。弟は、中金家の高村と地家でありよいは、写真家の高村忠である。父である、高村幸運などの作品鑑定も多くしている。1883年に彫刻家の高村幸運の、 長男として生まれ、ネルベ小学校に入学。1896年3月、下谷高等小学校卒業。同年4月、教立美術学館予備課に、学期の途中から入学し、翌年8月、教立美術学館予備課卒業。1897年9月、東京美術学校彫刻課に入学。文学にも関心を寄せ、在学中に、 よさの鉄管の新使者の同人となり、病状に寄港。1902年に彫刻家を卒業し、研究家に進むが、1905年に、西洋画家に移った。父、高村幸運から留学資金2000円を得て、1906年3月より、ニューヨークに1年間2ヶ月、ロンドンに1年間1ヶ月、その後パリに1年滞在し、1909年6月に帰国。 アメリカでは、繁華なニューヨークの厳しい生活の中で、どう職を求めて、どう勉強したらいいのか、まるでわからなかったと、不安で悩んでいるときに、運よく、メトロポリタン美術館で彫刻家ガットソン・ボグラムの作品に出会う。感動した光太郎は熱心な手紙を書き、発給ではあったが彼の助手にしてもらった。 このようにして、昼は働き夜はアートスチューデンツリーグの野学に通って学んだ。世界を見て帰国した幸太郎は、旧体依然とした日本の美術界に不満を持ち、ことごとに父に反抗し、東京美術学校の教職も断った。パンの会に参加し、スバルなどに美術批評を寄せた。緑色の太陽は芸術の自由を宣言した評論である。また、同年、 神田和寺町に日本初の画廊、労働を開店する。1912年、駒込にアトリエを建てた。この年、岸田流星らと結成した第一回ヒューザン開店に油絵を出品。1914年10月15日に詩集、童貞を出版。同年、長沼千恵子と結婚。1916年、祖蔵、今井国子蔵制作。 この頃ブロンズ素像、ラフラ像制作。1918年、ブロンズ素像で制作。1926年、木彫、生図制作。1929年に千恵子の実家が破産。この頃から千恵子の健康状態が悪くなり、後に統合失調症を発病した。1938年に千恵子と死別し、その後1941年8月20日に、 詩集知恵子賞を出版した。知恵子の死後、真珠湾攻撃を称賛し、この日世界の歴史改まる。アングロサクソンの主権、この日東亜の陸と海とに否定さると記した、記憶せよ、12月8日など、戦意公用のための戦争協力史を多く発表し、日本文学法国会支部会長も務めた。歩く歌等の歌謡曲の作詞も言った。 1942年4月に、死、同貞で、第一回帝国芸術印象受賞。1945年4月の空襲により、アトリエと共に、多くの彫刻やデッサンが消失。同年5月、岩手県花巻町の宮沢清六方に疎開。しかし、同年8月には、宮沢家も花巻空襲で被災し、過労死で助かる。 1945年8月17日、1億の号泣を朝日新聞に発表。終戦後の同年10月、花巻郊外の冷え抜き軍大田村山口に粗末な小屋を建てて移り住み、ここで7年間独居自炊の生活を送る。これは戦争中に多くの戦争協力士を作ったことへの自制の念から出た行動であった。この小屋は現在も、 高村山荘として保存公開され、近隣には高村記念館がある。1950年、戦後に書かれた詩を収録した詩集、伝経を出版。翌年に第二解読売文学賞を受賞。1952年、青森県より、戸和田湖畔に建立する記念碑の作成を委嘱され、これを機に小屋を出て、東京都中野区桃園町のアトリエに転居し、 記念碑の素像制作。この像は乙女の像として翌年完成した。1956年4月2日3時40分、自宅アトリエにて肺結核のために死去した。73歳坊津。改名は光玉、因伝圏誉まれと持てる孤児。この高村の命日は高村がアトリエの庭に作連業の花を好んでおり、彼の国別式で、 棺の上にその一子が置かれていたことから連行機と呼ばれている。著名な芸術家、詩人であるとともに、美や技巧を求める以上に、人間の道を最後まで探求した人格として、高村を支持する人は多い。彫刻作品も多くの美術教科書に載っている。高村光太郎との思い出を語る田口博士、YouTube、高村光太郎書簡と寄贈記者会見。 田口博士 YouTube、高村幸太郎との交流について、田口博士 YouTube、田口博士と、高村幸太郎を交差する二つのしがましいから、YouTube 小山博明、高村幸太郎連行機運営委員会代表、高田博敦、田口博士、高村幸太郎東松山に輝いた、オディオンの三つ星から、YouTube 小山博明、高村幸太郎連行機運営委員会代表、 ありがとうございます。